ハンドガンとナイフなんていらねえんだよバカ野郎。おお、なんだこの顔。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。おお、弾、おお、あ、止まってるね。あ、まあまあまあ、一人で楽しんでごめんな。こんにちは、こんにちは、こんにちは。すごい弾多いんだけどこれ。すごい弾多い。あ、これ安静の変わってないんだよね、確か。この地味にうるせえし。ほんで、ソフトオンデマンド、これですよ、私が欲しかったの。あ、なんか見た目、なんだこれ。銀色じゃね？ただの。あ、でもベスパ欲しかったんですよ、私。ベスパ持ってないんですよね。ベスパが強いっていう話をね、聞いてね。アニメ車で変わってんだ。なんか AR57 撃った後にベスパすごい弾数超少なかったんだけど。うん。まあこの辺も使っていきましょう。で、真打ちはこいつですよ。これ欲しかったんだよ。フルオート。すごい綺麗に縦ブレたな。解像度高くてすっごいブレるな。で、まあまあまあ 74M。 なんか電車超速くね、これ。この武器ちなみに何が変わってるか分かります、リスナー先生。ちょっとページを俺の代わりに見てほしいんだけど、電車超速感じるんだけど。弾数のみですね。はい、なんもないでーす。なんもないでーす。お、またこいつもこんにちはタイプね。何この取り出し。すごい、なんかサイ、サイみたい。あの動物のサイ。動物のサイみたい。なんか頭の動きが。こう人持ち上げてる時。うわーって人持ち上げてるときこういう動きするよね。まあ最後人を持ち上げてるところ見たことないけど。うわー、 こいつはいいや。それでいいよ、プラチナ以上。1900以上かな、やっぱり。うん、あ、まあじゃあちょっと後で練習チャンネル来てよ。後でいいから。バリルマーはね、敵のレチクロを広げる効果が確かあるはずです。これはいくら撃ったところで分かんない。この辺も撃ってもね、 SR とかも分かんないんですよ。うわー、イカチー、生命維持装置みたいなのついてるわ。あ、エンターね、エンター。ごめん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 。イカチー、エルクロイカチー、生命維持装置ついてるわこれ。色合いダサ。
色合いダサくねこれ。なんか汚ねえよな。でもいかちー、なんかスコープのところ。まあいいですよ、私にはこいつがいる。そう、 M16 がね。うわ、かっこいい。ドライヤーだ。確かにドライヤーみてえだ。ホテルについてるドライヤーこんな感じだわ。かっけえ、ドライヤーみてえだ。え、めっちゃブレるじゃん、真顔。え、すごい縦ブレ。これすごくね。超集団戦。もうリココンの鬼って言われたから、ね、ここは。こんなんでね、連通さあ押されたら多分最強ですよこれ。ほら、開きまへんわ。くぁ、色かっけー。縦ブレ半端な。